はい、今回はブログサイトオウンドメディアについてやっていきたいと思います。はい、まあ、少し前からですね、ウェブサイトの種類とかっていうね話をしてまして、まあ、ウェブサイトの種類にはコーポレートサイト、ランディングページ、ブログサイト、まあ、オウンドメディアっていう言い方でもいいと思います。まあ、EC サイトと4つの分野に分けて、初めにね簡単な、まあ、こういうものですよみたいな内容をやってたりとかします。で、今回はですね、ブログサイトオウンドメディアについて少し簡単ではあるんですけども、やっていきたいと思いますね。まあ、短めに簡単に分かりやすくってやつですね。はい、まあ、オウンドメディアっていうとすごく大きな意味で、ブログサイトっていう方が少しちっちゃな意味になるんですけども、こちらですね、そうですね、まあ、ブログとか SNS とか動画とかね、出版物とかチラシとかパンフレット、まあ、動画には YouTube も含まれると思っておいてください。まあ、こういうふうに自分でメディアを持つ行為のことを、まあ、オウンドメディアって言ったりとかするんですよ。まあ、自社で持つとか自分で持つっていう意味で言っていいんじゃないでしょうか。まあ、実質ですね、出版とかチラシとかも書いてるんですけども、実質、まあ、インターネット上のメディアのことをオウンドメディアっていうことが多いです。なので、まあ、この中で言うとブログとか SNS とか動画 YouTube っていったものが、まあ、実質的にオウンドメディアって呼ばれやすいものじゃないですかね。もっと狭い意味でオウンドメディアって使うとき、まあ、YouTube とか SNS の時に俺オウンドメディアやってんだみたいなことってあんまり言わないじゃないですか。まあ、実際ね、すごい狭い意味で言うとブログサイトのことをね、オウンドメディアっていうことがすごく多いです。なので今回ブログサイト括弧オウンドメディアっていう風にしてるんですけども、まあ、ざっと言うとですね、まあ、自分で運営とか情報発信をするブログサイト、ね、制作だけをして終わるブログ制作だけして終わるサイトのことを、まあ、コーポレートサイトとかって言ったりするんですよ。看板サイトとかですね。それに対して、まあ、自分で制作後の運営から情報発信をずっとし続けていくマーケティング的な要素が強いものがですね、ブログサイトっていう風にここでは定義しておきます。まあ、最近はですね、本当 SNS とか YouTube との、まあ、相互補完関係にあるものもすごく多かったりします。で、ブログっていうか、まあ、ブログサイトを真ん中に置いて、まあ、ここでも発信をドワーってし続けながら SNS にここから行ったり、 SNS からこっちに来たりとかですね、 YouTube からここに来たり、逆に YouTube 側にここから行ったり、なんなら YouTube をここに埋め込んだりとかですね、まあ、いろんなことが行われている、そのど真ん中にね位置するものだと思ってもらったらいいんじゃないでしょうか。で、目的としてはですね、まあ、ホームページとは窓口的な役割、まあ、ここでいうホームページっていうのは、コーポレートサイトとかですね、看板サイトっていうものだと思っておいてください。まあ、窓口的な役割があるのに対して、オウンドメディアっていうのは、マーケティング的な役割も兼ねている、なんならマーケティング的な役割だけをやっているみたいなね、サイトとかもあったりします、ポイント。ね、さらにですね、最近はもう簡単に適当な文章を書いてたってなかなかね上の方に上がってこない、言い方変えると Google がちゃんと文章を作ってくれたらちゃんとその人を評価しますよっていう風になってるので、まあ、プロレベルの執筆が結構必要だったりします。なのでウェブライターさんっていう人をね、専属でね雇ってね作ってる人も結構多かったりします。ただ一番のやっぱりまあまあ技術的なことってあるんですけども、一番は専門家ね、ご自身の専門分野、自分のね専門分野でしっかりと上から下までね丁寧に作り込んでいくっていうのが一番の情報としてすごく魅力のある情報になると思うので、まあ、ウェブライターとかっていう専門家がいるわけではないんですけども、ただその自分がすごく専門家としてしっかり発言するときに、ここに、なんて言うんでしょう、これをですね、しっかり文章に落とし込んでいく。さらにその文章がいろいろこう漏れがないように作っていくとかっていうしっかりした構成をね、作るのにね、どうしてもこう、それが苦手だっていう人も結構多かったりするので、まあここではウェブライターによるプロレベルの執筆みたいなことをね、書いてあります。で、ここ。内部 SEO をしっかりしたサイトの作り込みということで、まあ、通常の看板サイトとかだったらあんまり気にしなくていいような、まあ、しっかりしたコーディングですね。はい、サイトのコードを作るときに変な無駄なものがたくさんないようにとか、もしくはですね、ちゃんとタグ付けって言うんですけど、タグをねしっかり正しくね、しっかりしたタグをつけることができているのかとか、そういうふうなことですね。また細かいねタイトルをしっかりつけれているのかとかですね、はい、ディスクリプションがしっかりなっているのかとか、サイト自体が重くなってないかとか、軽くできているのか、適切になっているのかとか、そういったような内部 SEO って言うんですけども、そういう風なところでしっかりしたサイトの作り込みが必要になることも多いです。まあ、そのためね、もともとサイトの、作り込みがしっかりしたテンプレートみたいなものを使うのか、もしくはですねプロレベルの
ウェブサイトを作れる人にしっかりねウェブサイトを作ってさらに定期的に管理してもらうのかとか、まあ、その辺までがね最近は結構求められてきたりしつつもあるのかなというふうに、まあ、だいぶしてますね、はい、という感じです、はい、あとはですね効率的なコンテンツ配信に適した仕組みということで CMS というふうなものを挙げてますけども、まあ、いつも、コンテンツを作るのにプロに頼むわけにもいかないので、スタッフの人がどん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 更新かけていきたいとか、もしくはご自身で、ね、自分自身でどん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 ねコンテンツ配信したいってなった時に、ただのウェブサイトの作りじゃできないので、これをできるようにした CMS っていう仕組みをね使うことがほとんどだと思います。で CMS って言ってもパッと来ない方多いと思います。コンテンツマネジメントシステムの略なんですけども、まあ、CMS ってのは何なのかって言ったらほぼワードプレスのことだと思ってもらったらいいです。もうこれもニアイコールで書いてるんですけども、実質は CMS でワードプレス以外にもいっぱいあるんですけども、シェアで言うとワードプレスが圧倒的に高いので、ここでは CMS イコールワードプレスという風な形にしてます。まあ、簡単に言うとですね、CMS って何なのかって言ったら100ページをちゃんと管理できるシステムのことだよ。そしてですね、コードを触れない方、プログラムができない方でもコンテンツを作ることが、そして発信運用ができることができるシステムのことだよ。このね2つのことをね兼ね備えているものをね、コンテンツマネジメントシステムというと思ってもらえると分かりやすいかなというふうに思います。ということでですね、さらに最後にですね、オウンドメディアのメリットとデメリットみたいなところを簡単に話して終わりにするんですけども、まずオウンドメディアのメリットっていうのは、まあ、検索エンジンから流入が見込めるということですね、一つ目が。で、ここ頑張ればっていうふうに書いてるんですけども、ちょろっと書いて、全然検索結果から上がってこないじゃんみたいな人がいっぱいいるので、こういうふうな書き方しました。しっかりね、地道なマーケティング、地道にしっかりしっかり作り込んでいけば、検索エンジンからも流入が見込めていくよ。そしてしっかり頑張っていけば、マーケティング費用が最適化できるよ。広告をいっぱい打たなくてもいいように、だん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 なっていくことができるかもよっていうのがですね、一番のメリットになってきます。ただし、頑張ればってわざわざ書いてるってことは、すっげーしっかりで作り込んで、しっかりでやんなきゃいけないってことですね。で、またあとですね、コンテンツを資産化することができると。自分が持ってるコンテンツ、これをですね文章に落とし込んだり動画に落とし込んだりして、しっかりしたものを作っていくと、それがその場限りの収益じゃなくて、ある程度長い間ね、それなりの期間しっかりこうそこからですねお客さんが来るようになったりとか、そのねもの自体が収益を生み出すようなものになったりとかっていう風な形で、コンテンツを資産化することができるっていうのはすごく大きなメリットになってくるんじゃないかと思います。はい、ただしデメリットのところでも書くんですけども、これ一番の問題はここですね。立ち上げに時間と費用がどうしてもかかる。来月からオウンドメディアでいきなり収益が出したいですなんてことはなかなか考えにくいということですね。ある程度しっかりしっかりずっとコツ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 やっていった人がしっかり勝っていっていくことができやすいのかなと思います。特にね初期費用がまあかかったりすることも、初期費用を抑えることもできるんですけども、まあ初期費用がかかるとか、あとは工数がかかるとか、人員人の数がかかるとか、まあ工数ってのはやることですね。やることがたくさん出てくるよ、初期費用がかかるしタスクも大量に増えるよ、そして人がたくさんいるよ、もしくは一人でやる場合はコツ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 時間かけてねやるよ。であとは知識もいるんですよね、ここにねプラスアルファで、まあ専門知識ね、その分野の専門知識をちゃんともう一回やり直すぐらいのしっかりした内容がいる時も結構あります。であとはマーケティングの知識、最低限でいいんですけども、マーケティングの知識は最低限ぐらいはいるかなと思います。でライティングの知識、これも最低限でいいんですよ、最低限でいいんですけども、はいると思います。最低限のライティングの知識って、見出しがあって文章があって画像があって、見出しがあって文章があって画像があってリストが使えてとかでっていうですね、文章の構成がしっかりできて、その文章の構成の中身がまあ結起承転結のような形になってて、でそこにですね、第三者から見た時にちゃんとエビデンスとかが入ってるとか、まあいろんなことがあるんですけども、まあ、簡単なライティングの知識やマーケティングの知識っていうのがあることっていう知識もいる、はい、ということで今回はオウンドメディアというね内容について、まあ、その中でもさらにブログサイトっていうものに特化してですね、話をしていきました。まあ、今回このですねウェブサイトの種類という内容でやってるのは、まあ、こういう風なウェブサイトの種類があるんだよ、この違いをですね、まあ、簡単にでいいんで知っておこうよという目的でですね今話してます。で、まあ、今後ですねコーポレートサイトに関しての作り方とかですね、より実践的なものをコーポレートサイト、ランディングページ、ブログサイト、EC サイトに関してね、しっかりやっていこうと思ってますし、まあ今まで上げてきた YouTube の中でもですね、だいぶそれに、の内容っていうのはね、かなりあるんですけども、今回2023年度版として、また取り直してですね、着々と作っていってる状態だっていう風な、
ことです。ということでですね、今回はブログサイトオウンドメディアについて、まあ、まずは簡単に概要ですねっていうのを話していきました。ということで今回はここまでにしたいと思います。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。いいなと思った方はグッドボタンやチャンネル登録いただけたらなというふうに思います。また概要欄にも参考された情報を載せていますので、こちらも合わせてご覧ください。